カルロス・ルイス・カラスコは、ベネズエラのララ州、バルキシメト出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のニューヨーク・メッツ所属。2003年に、アマチュア FA として、フィラデルフィア・フィリーズと契約。2006年に 1A で12勝6敗、防御率2.26という数字を残し、将来のエース候補と呼ばれるようになる。しかし、その後は、 突然崩れる悪壁が目立つようになる。2009年7月29日に、クリフリー、ベンフランシスコとのトレードで、ジェイソン・ドナルド、ルーマーソン、ジェイソン・ナップと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。同年9月1日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビューし、シーズン終了までに5試合に先発したが、0勝4敗、防御率8.71という成績に終わった。 2010年はシーズンの大半を 3A コロンバスで過ごし、シーズンの終盤になってメジャーへ昇格。9月17日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャー初勝利を挙げた。2011年は初めてインディアンスの開幕ロースターに入った。4月下旬に右肘を痛めて故障者リストに入ったが、5月11日には復帰し、6月末までに発祥を挙げる活躍を見せた。 ところが、7月は0勝5敗、防御率9.13とゼ不調に陥り、8月に、再び肘の痛みで故障者リスト入りした。9月14日に、トミー・ジョン手術を受け、復帰は2013年になる予定。2013年、2年ぶりに、メジャーのマウンドに戻ってきた。7試合の先発登板を含む15試合に投げたが、防御率6.75に終わり、 手術からの完全復活とはならなかった。2014年、先発ローテーション定着とまではならなかったが、14試合に先発投手として投げ、リリーフ当板も合わせると、自己ベストの40試合でマウンドに上った。成績は、防御率2.558勝7敗という良い内容であり、投球回を超える三振を奪って、脱三振率9.4を記録するなど、 手術からの復活、選手としての成長を果たした。2015年1月15日に、球団と年俸調停を回避し1年総額230万ドルで契約を結んだ。この年は年間通じて先発ローテーションに入り、30試合に当番。チームトップタイの14勝を挙げたほか、リーグ5位となる216個の三振を奪って、脱三振率10.6を記録するなど、 大いに飛躍した。2016年は4月にハムストリングを痛めて、故障者リストに入り、9月17日には先発して、わずか2球で、ピッチャーライナーが右手に当たって骨折が判明し、シーズン終了となった。この年は、当番試合数が減少し、25試合だったため、規定投球回には届かなかったが、防御率3.32は、前年から改善し、 11勝8敗と2年連続で2桁勝利を記録。脱三振率も依然として9.0以上の数値をキープし、実力派スターターとしてチームに貢献した。チームはワールドシリーズまで進出したが、終盤に離脱したカラスコの復帰は叶わなかった。2017年は7月7日のタイガース戦の5回に、球団史上2人目となる3者3球三振を記録した。 最終的に2年ぶりに年間通して先発として投げ、自身初の年間200イニングを達成。32試合で18勝6敗、防御率3.29で自身初のタイトルとなる最多勝利を受賞した。最後の後登板で5連勝し、初の最多勝ちのタイトルを獲得し、チームメイトのコーリー・クルーバーも最多勝ちであり、 アリーグとしては47年ぶり3度目のチームメイト2人による最多勝ちとなった。2018年も安定した結果を残し、17勝10敗、防御率3.38だった。この年は、コーリー・クルーバー、トレバー・バウアー、マイク・クレビンジャーと合わせて4人全員が200、脱三振以上という史上初の記録を達成した。12月6日、 球団と2022年までの4年総額4700万ドルで契約延長した。2019年6月5日に故障者リスト入りし、6月上旬には球団がカラスコの血液検査の結果として最適な治療と回復の選択肢を模索するためプレイから離れると発表した。その後、7月6日に自身が白血病であることを公表した。治療を続けながら、 復帰に向けたトレーニングも行い、8月19日に,に A のアクロンラバーダックスで闘病後初めて実戦に登板すると1回無失点に抑えた。9月1日のタンパベイレーズ戦でメジャー復帰を果たし、その後も登板し続けた。オフにはカムバック賞やロベルト・クレメンテ賞を受賞した。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で60試合の 短縮シーズンになった中で12先発し、3勝4敗、防御率2.91の高成績を残し、プレイヤーズチョイスアワーズのカムバック賞に選出された。2021年1月7日にアーメッド・ロザリオ、アンドレス・ジメネス、ジョシウォルフ、アイザイア・グリーンとのトレードで、フランシスコ・リンドーアと共に、ニューヨーク・メッツへ移籍した。球種は、最速平均94から95マイルパワーの、 速球と平均86から88マイルパーアワーのスライダー、平均81から83マイルパーアワーのカーブ、平均88から89マイルパーアワーのチェンジアップ。2013年以前の脱参進率は6.2と低かったが、2014年以降は9.8と高い。ありがとうございます。